はい、どうも、ヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、今日もね、また、何か、紹介しようかなと思ってて。またね、フリーマーアプリで買ったものなんですけど、ロングタイツですね、を、安かったので購入しました。まあ、なんかジムとかでね、トレーニングするときとか、あと、まあ、ジムだけじゃなくても、あ、2枚買いました。こっちは、アシックスの、まあ、黒の無地の、感じのやつですね。はい。まあ、ジムの時だけじゃなくて、普段も履いたりとかするんですけど、まあ、今夏なんでね、履かないですけど、まあ、ちょっとね、寒くなってきたりしたら、ちょっと涼しくなってきたぐらいの時期に履いたりとかね、この、スパッツだけで履いたりとか、するんで、まあ、それに履けたらいいかなと思って買いました。はい。せっかくなんで、ちょっと履きましょうか。これね、RCNB っていう、どこやったっけな。え、スポーツオーソリティやったかなか、なんかの、多分オリジナルのブランドっていうか、まあ、シリーズみたいな感じなんですかね。ナンバーっていう、これがブランド名なんですかね。このナンバーっていう、これが、ブランド名になるのかな。それの中のなんかこういう、RCNB っていうラインなんですかね。はい。ちょっとこれ、履いてみたいと思います。とね、足元はチャックがついてて、履きやすいようになってますね。最近でもなんかジム行き出してからまだロングタイツでトレーニングとかはしてない気がしますね。なんかね、ショートタイツとかばっかりですね。あ、で今日は珍しくちょっといいパンツを、エッジさんのやつをね、履いてます。何やったっけ、シャイニーウェットか、の生地のやつですね。はい。で、スパッツを、よいしょ。このね、この RCNB のやつが結構T シャツとかね、タンクトップとかが好きで、よく着てたりするんですけど、タイツは初めてかな。よいしょ。うん、まあシンプルな黒タイツですね。あ、横これ結構透けるな。すごいな。なんか、がっつりメッシュですね。これ、ちょっとこれだけで履くのは結構挑戦かもしれないです。まあこうやって隠したらわからんか。まあここが透けてるのは別にまあ、いいんかなって感じで。まあちょっと長めのやつだ、ね、こう上が長めだったら別にいいかもしれないですけど、短めだと、すごいな、パンツが普通に透けてますね。これまあグレーやからまだちょっと目立ちにくいかも。まあ、白とかね、履いてるとめちゃくちゃわかりそうっすね。すごいな。一応多分これメンズだと思うんですけど、レディースのやつとかだとね、結構こういうメッシュがよく入ってたりするんですけど、メンズでこういう感じのって珍しいですね。よいしょ。まあ、こんな感じですね。うん。あんまり、なんか、黒やからちょっとわかりづらいですね。まあ、よくあるテカテカした、普通のスパッツの生地って感じですね。はい。まあなんかバイオギアとかみたいにめちゃくちゃテカテカするわけでもなく、でもまあテカテカするかなって感じの。まあ、無難に履きやすい感じですかね。横にこうラインが入ってて。うん。まあなんか、使い勝手が良さそうでいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ次。こっちはね、本当にもう無地です。無地なんですけど、ここにちょっと、ここメッシュになってるのかな。メッシュっぽいけど、まあ、透けるほどのメッシュではないって感じのが膝のあたりに入ってますね。これね、ちなみに、一応レディースになるんですよ。レディースの M サイズですね。なので、ちょっと入るか不安ではあるんですけど、まあ、こちらも入ってみましょうか。こっちはね、足に、チャックついてないんで、ちょっと履くの大変かもしれないですね。よいしょ。なんかね、普段履くんやったら、ここが V になってる。今ここね、
真ん中にこうステッチが1本入ってるんですけど、V になってるやつの方がまあ男だったら履きやすいのかなって感じはありますね。なんかね、これちょっとウエストが怪しい気がしますね。入るかな？無理やり押し込んだら、ね、よくね、無理やり押し込んでブチって結構いっちゃうことがあるんで、あ、かかとの時点でちょっと、入るかな？あ、これギリギリやな。まあ、かかと入ったら、あ、入った。うん、あー、これ怪しいな。入らへんかも。入らへんような気がしてきたな。まあ、めちゃくちゃ安かったんでね。いくらやったかな。450円とかで、出てたもんなんで、まあ、入らへんかった入らんかったで。まあ、いいんですけど。ああ。いけるかな。よいしょ。やっぱ M じゃきついかな。物によるんですよね。M でも、そのブランドとかシリーズによっては入ったりするんですけど、まあ、昔の体型やったら普通に入ってたかもしれへんけど、うわ、きついな。よいしょ。あ、でも頑張ったら入るかも。あ、これよいしょ。こんなん毎回こんなんして履いてられないですけどね。おいしょ。あ、入るかも。これね、足の長さはでも多分全然大丈夫なんですよね。よいしょ。ケツが、ケツ越えたら多分、あ、いけそう。よいしょ。入った。なんとか、なんとか入りました。ここまで入ったらいけるな。あー、やっぱきついな。ちょっとこれ普段履きできへんかな。形はすごいいいんですけどね、ここの足のところとかの。これはちょっと、あ、まあお尻さえ越えちゃえばここ、うん、はい。入りました。まあ、一回入っちゃえばね、別に窮屈じゃないです。やっぱここの腰ですね。ウエストが。いや、でもこれレディースの M やけど、女性でもこれ結構きついんじゃないかな。ここまで。うん。このね、生地の光沢感は、RCNB のやつよりも僕好きですね。このアシックスでこう独特の、こう、生地の質感というか、があっていいですね。はい。まあ、すごくシンプルな。普段僕、スパッツ履くときはね、だいたいティーバッグとか、パンツのラインがね、出たくないんで、ティーバッグ履くんですけど、今日はね、まあ、撮影なんで、はい。ビキニでやりました。はい。という感じですかね。これどうしよっかな。まあ、一応置いといて、たまに、入ったりしようかな。普段履きにするのはちょっときついですね。サイズ的に。ああ、はい。ということで。あ、でね。今日はもう一個紹介したいものがあったんですよ。それが、またね、ネオンです。この間のあれです。バナナと同じ感じのやつですね。よいしょ。あ、でもこれ、あ、すごい。電池のやつもついてますね。電池と USB とか、こっち USB になってるんですけど、両方いけるんですね。まさかの。両方いけるのはいいけど、これ電池多分使わへんかなぁ。あ、こう真ん中に来るんですね。なるほど。これ、ああ、ちょっと、壁に配置するんだったら、これちょっと邪魔やな。ちょっと一回とりあえずつけてみましょうか。はい、こんな感じです。なんかこの間のバナナよりも若干弱い気がするな。あと、ここの出っ張り方ちょっと嫌やな。なんかここをもう切っちゃおうかな。うん。かわいいですね。ピカチュウの尻尾みたいですね。雷マーク。
で、これ、何がしたかったかっていうと、これ前のね、バナナ。これを、よいしょ。こうあるでしょ？こう。こう、こう飾りたかったんですよ。可愛くないですか？なんかこう、ピュッて感じでね。これをこう後ろに飾ったら可愛いかなと思って。それでこれを一緒に買った感じですね。同じ時期にね、注文したんですけど、こっちが先届いて、これちょっとね、今日届いたんですけど、ちょっと遅れて届きましたね。まあちょっとこれね、線をうまいことしないとちょっとあれなんですけど、うん。可愛くないですか？この組み合わせ。ちょっとライトしてみようか。あ、いいっすね。暗いと映えますね。こんな感じ。角度難しいな。こんな感じかな。うん。ちょっと、サムネ。こんな感じでいいかな。まあ、これ、まあ、サムネに使うかどうかわからないですけど。はい、ということでね、今日はこの LED と、ロングタイツのね、ご紹介でした。まあ、最近ね、こんな感じで、なんかもう、商品紹介ばっかりにね、なっちゃってるんですけど。まあまあまあ、一応ね、これを本当はこういうまあものね、紹介をまあメインでちゃんともうちょっとしっかりやっていくっていうのが、本来やりたかったことなので、まあ、その練習がてらじゃないですけど、させてもらってます。はい。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。